ミムシを舐めるな。えらいじゃ。ジャニーズばかりで全然動画が面白くないので、最近大量発生しているカメムシの話をします。昆虫注意。稲作農家では猛暑、水不足、カメムシで大被害が出ているもなか、先週私が電車に乗ってたら首筋にこう登ってきてて、うわーってこうなんかわからんかったから払ったら、知らない乗客の方に飛ばされてカメムシのた打ち回って車内が臭くなりました。払ったこの手もパクチーの5000倍臭かったけど、まあものの10分ほどでその匂いは消えました。瞬発力はすごいけど勝負い攻撃ですわ。しかしカメムシを舐めちゃダメだ。あいつらの強さは匂いじゃない、繁殖力だ。JR 岡山駅のホームで13日ドアの異常アラームが作動、上下線一時運転見合わせになって、 JR 西日本は14日ドアと車両の間の障害物を感知するセンサーにカメムシが止まっていて、約4000人に影響が出たんだけど、それだけじゃない。和歌山県紀の川市ではカメムシ注意報を発令。平年を大きく上回る大量発生でみかんや柿、キウイが被害。 Google の検索でもここ2ヶ月で急上昇して、和歌山県の3カ所に夜間に光でカメムシを寄せる装置を置いて、そこに入ったカメムシ数を毎日数えてて、8月26日から9月5日のデータと平年の発生比は大幅上昇しており、紀の川市ではなんとクサギカメムシ11倍、茶羽青カメムシ5倍になっているとか。あ、そう、これだけ発生したら良い使い道があると。私が飼っていたトノサマガエルにあげたら食べてもくれませんでした。しかもあいつらね、作物をチューチュー吸って養分を吸い取るだけなんですよね。政治家と一緒かい。しかしアメリカ NASA の研究施設でカメムシはキノコと同じように意思疎通できることが判明してて、こちらが手を振ると振り返してくれるという。といえば京都亀岡にあるホテル、昭和の計算閣の CM がヤバいと父が。あ、なんでもないですってこと。こんな動画でチャンネル登録なんて言えないよね。明日頑張るちょ。